いつもお手伝いをお願いしておいてなんですが、視察にまで同行してくださらなくても大丈夫ですよ。これは私が好きでやっているだけのことですし。それは私もです。わかりました。では行きましょうか。足が止まってる。もっと腰を落として相手から目を離さない。それと今のはフォローできたはず。コート全体に意識を巡らせて。ストップ。ただ台本に書かれた文字を読んでいるだけになってるよ。登場人物が何を思い、どんな気持ちでこのセリフを口にしているのか、きちんと考えて芝居に落とし込んで。それと、声はお腹から出してメリハリをつけて。いい？それじゃ、もう一度頭から。ええ、私もそう思います。委員会からも新しい活動計画書が来たり、生徒会への問い合わせも多いんです。さらに、部活や委員会に所属していない生徒たちの空気も変わっているのを感じます。虹学全体がエネルギッシュになっているような。私たちも力をもらえますね。私も練習をますます頑張らないと。部室に急ぎましょう。あ、先輩、しおこもやっと来た。二人揃って遅れてくるなんて、まさか放課後デート？放課後デート？そっか、よかった。ごめんね、大きな声出して。まあデートなわけないですよね。このカスミンを差し置いてそんなことさせませんから。それより先輩、聞いてくださいよ。スクールアイドルエキシビションの PV を見てくれた人たちからのコメントがすごいんです。スクールアイドルファーサイトで愛さんたちの企画を見てくれた人たちからもメールがたくさん来てるんだよ。スクールアイドルエキシビションのサイトで虹学を初めて知りました。生徒全員がスクールアイドルだなんて楽しそう。虹学の夢中になってること、どれもみんな楽しそう。私も友達とキャンプに挑戦してみたいな。 PV を見たら私もスクールアイドルをやってみたくなりました。今友達を誘ってます。次にこういう企画があるときは私たちも参加したいです。だって。嬉しいコメントね。こんなにたくさんの人から言葉を送ってもらえるなんて幸せです。もう私我慢できません。ライブがしたいです。ランジもよ、もっともっとファンのみんなと遊びたいわ。私もライブがしたいです。でも、もしライブをするならあの PV 以上の私でありたい。ですからまずは練習を重ねたいです。僕も同じ。僕の気持ちをもっと歌に乗せて伝えられるようになりたい。カスミンももっともっともっと可愛くなりたいです。っていうか、なっちゃいますから。私も新しくつながることができた人たちともっともっと深くつながりたい。リナちゃんボード、うん。これはもうみんなでパワーアップするしかないね。ライブもやりたいけど、しおりこちゃんの言う通り、PV 以上の私たちにならなきゃね。
新しい練習メニューが欲しいよね。すっごいパワーアップできそうなやつ。あなたの出番だね。先輩、私たちの練習メニューを考えてもらえませんか？いいわね。あなたならランジュたちのことよくわかっているもの。あなたに任せればもうまんたいら。作ってくれるよね、カナタちゃんたちの練習メニュー。どんなに厳しいものでもついていきます。チャレンジングなメニューは大歓迎よ。期待してるね。コメントもたくさんもらえてるわね。評判が評判を呼んで、今や口コミで全世界に私たちの PV が拡散してるのよ。全世界とはまたスケールの大きな話やね。この私がいるんだから当然じゃない。なんたってニコは大銀河宇宙ナンバーワンアイドルだもんね。そうよ、わかってるじゃない。全世界かはともかく、多くの人に見てもらえるのは嬉しいものですね。これだけの注目を浴びたら、中途半端なパフォーマンスをするわけにはいかないわ。うん、もっともっといっぱい頑張らなくちゃ。うんうん、応援してくれるみんなに喜んでもらいたいもん。よくぞ言ってくれました二人とも。それでは早速始めましょうか。始めるって何を？気づいていないとは言わせませんよ。今から始めるべきなのはダイエットです。ああ、え、そんなことないよ。うんうん、ないない。ほとりから聞きましたよ。この前のライブ、二人とも衣装が入らなくてボタンの位置を付け替えたそうですね。そんなこともあったかな。バレてる。そんなことより、ほら、ファンのみんなからのメール見ようよ。たくさんもらったんだから。わあ、本当だ。みんなで見よう。ごまかしたつもりかしら。あははあ、ほらほら、これお悩み相談をくれた子からだよ。解決したですって。ちゃんと力になれたのね。安心したわ。私たちでもみんなの役に立ててよかった。嬉しいよね。そうやね。それにうちらはこうやって声を届けてくれるみんなに支えられてるんだって改めて実感するね。本当にみんなのおかげだよね。この感謝の気持ちをみんなに届けたい。いつかみんなのところに直接行ってお礼をしたいな。ならミューズの全国ツアーね。日本全国のファンにニコの気持ちを伝えてあげるわ。ニコちゃんってほんと非現実的なこと考えるわよね。うわー、すごいずら。これ全部
素晴らしさが拡散された証拠ね。リトルデーモンがこんなに。見てください、この方は PV を見てファンになってくれたようですわ。この子はアクアチャレンジを見てファンになってくれたみたい。 PV もアクアチャレンジも評判いいし、もしかして私たち今ノリに乗ってる？いい波が来てるのは間違いないね。これも私たちに協力してくれたみんなのおかげだね。ええ、感謝しかありませんわ。あ、ねえねえ、この子沼津に興味を持ってくれたみたい。今度遊びに行きますったって。ふわ、もし来てくれたらルビーが案内したいな。大変大変大変よ。マリさん、理事会はもう終わったのですか？それどころじゃないのよ、ビッグニュースよ。すごい依頼が来たの。沼津の人たちからぜひ地元でライブをやってほしいって。スクールアイドルエキシビションで作った PV の再生数すごいことになってるでしょ。全国からアクアの大きなステージを沼津で見たいって要望が殺到してるんですって。それで沼津の人たちもやってみたいって。チカちゃんのアクアチャレンジの集大成じゃない？集大成？どうする？チカッチ？やる！やりたい！いやー、そこだかっちゃ！沼津ライブ、やるわよ！ご報告ありがとうございました。改めて本当におめでとうございます。これからのご活躍も期待していますね。吹奏楽コンクールで金賞か、すごいですね吹奏楽部。ええ、本当になんだか学園全体に活気がありますね。会長の理念にまた一歩近づいた気がします。やっぱりこれってあの PV のスクールアイドル同好会の影響ですよね。私たちも含めてみんな同好会から勇気ややる気をもらってるんですよ。ええ、ほら、美術部からも相談が来てましたよね。活動時間を増やしたいとか。ああ、美術展が近いから最終下校時刻を伸ばしてほしいってやつ。美術部もやる気満々だよね。だけど最終下校時刻を伸ばすのは難しいですよね、会長。そうですね、安全にも関わることですし。でも朝練の時間を早めることならできそうなので理事長に検討してもらっています。なるほど、それなら話も通りやすそうですね。さすが会長、虹学の生徒の味方です。そんな大げさな。ただ最近はたくさんサポートをさせてもらえて名誉なことだと思います。もう会長ってば、控えめなんですから。そういうところもお慕いしています。そうだ、お二人にご報告です。二次学全体の部活動費の追加申請に許可がおりました。来年度の予算じゃなくて今年度の追加を可能にしちゃうなんて、会長やりましたね。これもお二人のサポートと
部活に全力な虹学の皆さんの力があったからです。振り分けは決まってるんですか？ええ、大体は視察に行った時に要望をもらっていますから。これでますます虹学のみんなは好きなことに打ち込めますね。やっほー、元気にしてる？姉さん、三船先生？三船先生、こんにちは。あ、初期コンビは元気そうだね。良きかな、良きかな。姉さん、入室前にはノックをお願いできませんか？硬いな、しおり子は。それより聞いてよ、私ついに免許を取ったんだ。すごいでしょ。ああ。でね、虹学ってマイクロバスあるよね。台数増やしたんでしょ？ええ、部活の遠征も多くなったので。よっしゃ、私もいろいろ考えてることあるからさ、今度は貸し出しをお願いするかも。その時はよろしく。じゃ、またね。相変わらず慌ただしい人です。あ、これかわいい。やっぱりそう思いますか？これだけかわいいものが似合うのはカスミンだけですからね。あ、でもお値段がかわいくない。お小遣い足りないです。じゃあこっちはどうかな。これも可愛いからかすみちゃんに似合うと思うよ。あ、ほんとだ、こっちもいいですね。もしもし、あのね、今度沼津で大きなライブをすることになったの。招待するから見に来て。エキシビションの PV を発表してからいろいろと周りの反応が変わってきてるよね。ミューズのみんなも今度ラジオに出るって言ってたし。今まで以上にスクールアイドルが注目されてるみたいですね。もしかしたらカスミンテレビに出られちゃうかも。いらっしゃい。休日に呼び出してごめんなさいね。適当に座ってちょうだい。そんなことないわ。他でもない君だからお願いしたいの。え？何の話をしてるの？違う違う、全然違うわよ。むしろ言われるまでテストのことなんか完全に忘れてたわよ。面白いことを言うのね。私が勉強に対して自信を持っていると思う？今一つルールを決めたわ。この部屋にいる間は勉強の話をするのは禁止。いいわね？実は今度読もうしている雑誌で
グラビア特集を組んでもらえることになったの。それはちょっと言い過ぎよ。だけどこんなにプッシュしてもらえるのは初めてなの。これもあの PV のおかげだわ。あれを見てくれた読者が編集部にメールを出してくれたみたいなの。本当に君って嬉しいこと言ってくれるわね。特集なんだけど、編集部の人からどんなことをやりたいか決めてほしいって言われたの。だけど自分一人じゃ何をしたら読者に喜んでもらえるかわからなくて、そこで君の顔が浮かんだのよ。落ち着いてちょうだい。私だってせっかくそんな声をもらったんだから、自分のことを全部見てもらいたいわ。だけどスクールアイドルじゃなくて読者モデルの私をどうやって見せたらいいか。スクールアイドルとしての私から素顔の私。うん、面白いかもしれないわね。あら、私といえばセクシーじゃない？やめてよ、恥ずかしすぎるから。私クールなキャラで行きたいの。恥ずかしいわ。君ちょっと生意気よ。よし、編集部の人に企画概要のメールを送ったわ。これが通ることを祈りましょう。そうよね、君と考えたんだもの。え？ずっとそうってどういう意味？特に意識してやってるわけじゃないんだけど、でも君の言う通りかもしれないわね。なんと言っても私は情熱的らしいから。将来のことはまだわからないわ。けどそうね、人前に立って誰かに見てもらえる仕事をしたい気持ちはあるわ。そのための努力も続けてるつもり。スクールアイドルをやってみてそこは明確になったのかも。先輩遅いですよ。もうすぐお台場のイベントなんですから、しっかりしてください。ごめんごめん。でも謝りついでにもう一つ謝らなきゃ。なーに？何かいたずらでもしたの？かすみさんじゃないんですから、愛さんがそんな真似するわけありません。それもそうね。なんかとっても失礼なこと言われたんですけど。かすみちゃん落ち着いて。それでどうしたの、パイちゃん。ごめん、今日の練習パスさせて。
実はバスケ部から紅白戦に出てくれないかって助っ人要請が来たんだ。都大会を順調に勝ち進んでて、次が決勝なんだよ。それに優勝すれば全国だから、最後の仕上げに力を貸してほしいって言われちゃって。すごいじゃない、天下分け目の天。天下分け目の天王山ですか？それよそれ、ここまで出かかってたわ。だよね、愛さん、助っ人行ってきます。バスケか、せっかくだから見学しに行こうかな。愛さんの活躍する姿、私も見たい。そういうことなら私もぜひ。それじゃあみんなで見学に行こうか。愛ちゃんを応援しよう。いや、そこはバスケ部を応援してあげて。お待たせ。みんなも見学したいって言うから連れてきちゃったけど、いいかな？もちろん、ギャラリーは多い方が選手もやる気が出るよ。それより君たちも定期ライブが近いところ無理を言ってごめん。いいのいいの、アイさんたちの仲じゃん。じゃあやろっか。それじゃあアップを済ませたら早速始めよう。アイは B チームのポイントガードを頼むよ。余計な心配だとは思うが、本気で頼む。もちろんそのつもりだって。じゃなきゃ練習にならないでしょ。どーんと行くぞありがとう。こんなにクタクタなアイさん、珍しい。真剣に挑むアイさん、とってもかっこよかったです。バスケ部を相手に華麗なドリブルにパスさばき、興奮しました。そりゃアイに仕上げも頼みたいわけだ。でも B チーム負けちゃって残念だったね。いいところまで行ったんだけどね。いやいや、相手はスタメンだし、そう簡単には勝てないって。うちのバスケ部ってあんなにすごかったんですね。そうなんだよ。だけど今のレギュラーメンバー、実力はあるってずっと言われてるのに、一度も全国の舞台には行ってないの。都大会の決勝までは行けるんだけど、いつも最後の最後で優勝を逃しちゃう。実力なら全国でも十分に通用するだけのものがあるのに、そのせいで無冠の世代とか言われちゃってるんだよね。だから今回は絶対に優勝するってすごい気合入っててさ、優勝してほしいよね。いいですね、行きたいです。それで決勝っていつなの？ね、確か、あ、私たちのイベントと同じ日だ。待って、時間が違うかも。イベントの後、急げば最後には間に合うかも。もうまんたえら、イベントが終わったらダッシュしましょう。イベントも頑張ろう。ってことで、今からはスクールアイドルの練習するぞ。アイ先輩って体力お化け。
たことない人数のお客さん。なんだか緊張しちゃいますね。しずくさん、緊張は一種の肉体の防衛反応とも言われるそうです。こわばった体を弛緩させるツボが。あれ、どこでしたっけ。もうここだよ、ここ。しおこもしずくも緊張しすぎ。大丈夫だって。あのね、さっき初めて見に来ましたって子に声をかけられちゃった。やっぱり PV を見てくれたんだって。 PV からやる気をもらったから今日はお返しにたくさん応援しに来ましたって言ってくれたのよ。そんな風に言ってもらえるなんて嬉しいな。かなたちゃんたちの気持ちが届いたんだね。それならランジュはこの先100年頑張れるくらいのパフォーマンスをプレゼントしてあげるわ。アイさん、力がみなぎってきた。みんな今日も点上げでいこうね。はい、大好きを叫びましょう。自分でもそう思えるわ。歌っていて最高に気持ちよかったもの。みんな盛り上がってくれてこちらまで乗せられてしまいましたね。あ、バスケ部の試合は？うずきさんからメッセージが来ています。皆さん、バスケ部の試合ですが、ちょうど第2ピリオドが終わったところのようです。まだ間に合うのよね。間に合う間に合う。今ちょうど半分終わったとこ。急いで行こう。もう走れません。それで試合は？第4ピリオド残り3分、点数は72対82。10点差で負けてるね。大丈夫、3分で10点差なら逆転できるよ。みんなで声を出して応援しよう。頑張れー。ナイス、追い上げてるよ。いけるいける、練習の成果が出てるよ。いっけありがとう。みんなの声ちゃんと聞こえてたよ。最後のシュート、しびれたよ。最高の瞬間だった。無敵のチームだね。うん、君たちみたいに無敵で最高の仲間たちなんだね。え、なんだか顔がふにゃってしてるわよ。あなたいつもキリッとしてるのに。鋭いね。今すごくホッとしてる。解放された気分なんだ。私たちの世代はね、全国レベルって言われながらも優勝できたことがないんだ。だからいつの間にか今度こそはって気合がプレッシャーに変わってしまってた。となるともう悪循環で、ずっとそこから抜け出せなかったんだ。部長さん。だけど、あの PV 撮影に参加して気持ちが変わったんだ。頑張ってるのは自分たちだけじゃない。挑戦してるのは自分たちだけじゃない。緊張してるのだって自分たちだけじゃない。みんな一緒なんだ。それが分かって、同好会のみんなや
他の部のみんな、身近くのみんなとつながれたような気がした。そうしたら気持ちが軽くなったんだ。みんなとつながると勇気出る。私その気持ちよくわかる。試合前はあの PV をみんなで見てたんだよ。すると今までは答えなきゃと焦りを感じてしまっていた声援が後押ししてくれるエールに変わったんだ。だから今日は 100% の実力を出せた。君たちのおかげだよ。本当にありがとう。そんな、今日の結果は皆さんの努力の成果です。ありがとう。その期待を力に変えて全国も取るよ。そしてその先にもつなげてみせる。私の未来に。うん、なんだかずっと先を見てるみたいだったよね。次のお休みって空いてる？じゃあ一緒に児童館に行かない？そう、しおりこちゃんがよくボランティアをしてるところでお手伝いを募集してるんだって。ね、しおりこちゃん。ええ、その日は人が足りなくてエマさんにお願いしていたんです。ランジュちゃんとミヤちゃんも一緒なの。週末楽しみだな。エマさんが来てくださるといつもこうなんですよ。ええ、最近よく来てくださるんですが、子供たちはすっかりエマさんの歌に夢中です。あれを見るとしおりこの言うことも納得って感じだね。エマの歌声、なんて心地いいのかしら。ランジュ、眠たくなっちゃう。眠ってもいいですよ。ランジュにお願いしたかった本棚の整理は私がやることにしましょう。え？しおりこ、ランジュにやってほしかったの？そういうのは早く言いなさい。本棚の整理、完璧にやるわ。ミヤ、行くわよ。僕、もうちょっとエマの歌を聴いていたいのに。この時間はいつもなら紙芝居をするのですが。エマさんがあなたを呼んでいますよ。言ってあげてください。紙芝居は私一人でも大丈夫なので。あのね、あなたにピアノの伴奏をお願いしたいの。子供たちにとっても優しい音色のピアノなんだよってお話ししたら、みんな聞きたいって言ってて。いいかな。あなたの演奏はいつだって素敵だよ。私、あなたの伴奏で歌うの大好きだもん。みんな、何を歌いたい？慌てなくても大丈夫だよ。たくさん歌おうね。皆さん、今日は本当にありがとうございました。子供たちも喜んでいました。たくさん歌えて楽しかった。ランジもちびっ子たちと遊ぶの楽しかったわ。僕はヒヤヒヤしたよ。ランジュが子供たちに何か無茶をさせるんじゃないかって。平気よ。ランジュはミヤと一緒にいるから
子供には慣れてるもの。はあ？それどういう意味？僕はステイツじゃ大学生だし、ここでだって3年生なんだからな。まあまあ、ミヤさん、ここで大きな声はちょっと…あ、Sorry。そうなれたらいいかもってちょっと思ってるんだ。もともと歌は大好きだったけど、日本に来てもっと大好きになったの。これから先もずっと歌っていけたらいいなって。いいじゃない、エマにぴったりの夢だわ。そうだね、エマは子供にも好かれるし、児童館に着いた途端エマの周りには子供たちがいっぱいだったもん。ありがとう。やっぱり私、歌は続けられるだけ続けたい。あなたは？あなたもやっぱり音楽は続けていくの？あなたの作る歌、私、とっても大好きだよ。だから、作曲家なんて素敵だと思うな。なになに？ベイビーちゃんはプロの作曲家になりたいわけ？それなら、ミヤにいろいろ聞けばいいわね。僕のアドバイスは厳しいけど、ベイビーちゃんになら教えてあげてもいいよ。そうなの？ま、その気になったらいつでも相談乗ってあげるよ。でしょうか。そのもうすぐ演劇部の公演があるのを知ってますか。ありがとうございます。実はその公演のことで先輩に相談が。難しいことかもしれないんですけど。お邪魔するよ、しずく。詳しくは私から説明してもいい？部長。演劇部の公演があることはもう聞いてるかな。実はそうなんだ。次の公演は一切妥協せずにとことんこだわりたいと思ってる。そのためにはどうしても劇伴が足りなくて。だから君に作ってほしい。劇伴を制作してもらえないかな。雫と話して君しかいないと思ったんだ。はい、いつも先輩が作ってくれる同好会の曲はどれも私たちに寄り添ってくれる素晴らしいものですから。だから劇伴も君に作ってもらえればきっと素晴らしいものになるはず。私たちを助けてくれない？すみません、いきなり無茶なことを言って。無理を言った私が言うのもなんですけど、どうして引き受けてくれたんですか？先輩、舞台音楽の経験はないって言っていたのに。何かあれば部長と私がサポートをします。私も
先輩、何かあったんですか？本当は部長、熱い人なんですよ。だけど最近は一段と熱が入ってる感じです。もともと演劇に対しては人一倍真摯な人でしたが、最近は本当にすごくて。はい、稽古も厳しいですし、演出にも細かいところまでこだわっています。それにプロの劇団にも出入りしているそうなんです。私たち部員もそれをひしひしと感じています。なので演劇部一同、今度の公演は絶対にすごいものにしたいと思っているんです。だから私、音楽が足りないって部長が言い出した時、先輩なら手伝ってくれるんじゃないかと思って。だから引き受けてくださって本当にありがとうございました。このご恩は一生忘れません。お礼に今日は演劇部のおごりです。何でも食べてください。もちろんです。でもそれだけでお礼になるのか。あ、では先輩のためにドリンクバーでオリジナルドリンクを作ってきます。かすみさん、りなさん、しおりこさんと考えた最高傑作なんです。待っててください。重ね重ね、お願いばかりで申し訳ないね。家の人は大丈夫だった？先輩、私たちの曲を作る時も私たちの話を聞きながら作ってくれますもんね。よかった、安心したよ。ただでさえ無理を言ってるところだから。台本に書かれていないことはたくさんあるんだ。それぞれのシーンの狙いや意図を説明させて。いいと思います。作品のイメージにはぴったりの音です。さすがだね。まさか一発目でここまでクオリティの高いものが出てくるとは思わなかった。ありがとう。じゃあまずは私と雫の二人で通しで演じてみるから見てくれる？台本を読むのと演技を見るのでは受ける印象が違うかもしれない。そこを意識してみてほしい。雫、自分以外の台本も頭に入ってるわよね？もちろんです。じゃあ幕を上げよう。そうでしょ。あの子、すごい集中力だね。いつもこんな感じ？そうですね。先輩、すっかり自分の世界に入っちゃったみたいです。このままあの子に任せれば大丈夫な気がするよ。邪魔にならないよう、少し外に出てようか。はい。先輩、頑張ってください。休憩しませんか？
少し何か口にした方がいいよ。ずっと頭を使いっぱなしなんだから。ご飯ありますよ。さっき部長と買い出しに行ってきたんです。はい、どうぞ。美味しいですか？これ新商品だから買ってみたんですけど、お口に合ってよかったです。デザートもあるからね。そうだ、私 PV のお礼をまだ言ってなかったね。ううん、私もお礼を言わなきゃ。だってあの PV は私たちのことも変えてくれたから。あの PV は感動した。勇気と元気をくれて。だけど反面、悔しい気持ちもあった。今まで私たちのしてきた演劇は、ここまで誰かの心を動かすようなものになっていなかったんじゃないかと思ったんだ。部長、どこかで妥協していた部分があったのかもしれない。これは学生の演劇で部活動で、その中じゃかなりやれてる方だって。だから改めて自分自身を見つめ直してみたんだ。私は何が好きでやりたいんだろう。それで分かったんだ。私はずっと演劇に触れていたい。この先ずっとお芝居をしていきたい。それが私の本心。もちろん簡単なことじゃないと思うけど、まずはとことんやって挑戦してみよう。そんな気持ちに君たちはしてくれたんだよ。だからありがとう。感謝してる。旗振り役は君だよ。先輩、私たちは先輩の感性を信じてるんです。前も言いましたよね。だったら信じてください、先輩の。本当に頼もしい人だね。はい、部長と同じくらい頼もしい人です。言葉が出ないよ。最高、最高の劇版だよ。私の求めた以上。部長、私この音楽に合わせて演じたいです。君、自分が作った曲が私たちの芝居とどう混ざり合うか見てみて。じゃあ行くよ。幕を上げよう。今回の演劇部の公演、今までで一番感動しました。圧巻です。すごい以外の言葉が見つかりません。わかる。どの人物にも気持ちが引っ張られて、本当に嬉しかったり悲しかったり、心が忙しかったよ。しずくさんの表現力には背筋が寒くなるほどのものを感じました。スクールアイドルをしている時とはまた違った魅力ですよね。あと音楽がすっごく良かったよね。みんなの演技を後押ししてた感じ。あの音楽があるからこそ、見ている人間を舞台に釘付けにできたと言っても過言ではありません。うん、やっぱりあなたはすごいね。泊まり込みで作ってたのってあの曲でしょ。ですか？そっか、あの舞台にはそれだけの気持ちがこもってたんだね。
だか、もう一度見たくなってしまいました。かなたちゃんも。今日はここまで。みんなお疲れ様。はぁ、はぁ、はぁ、ハードすぎるのよ。完全に一歩も動けないずら。ルビーも。カナンちゃん、さすがにきつすぎるよ。何言ってるの？スキルアップしなきゃって言ってたでしょ？このくらい軽くこなせるようにならなきゃ。軽く？私も体力には自信あると思ってたけど、これはきついよ。だらしないですわよ。次のライブは沼津の方々が望んでくれたからこそ開催してもらえるのです。開催してよかったって思ってもらえるだけのパフォーマンスをしなきゃね。これまでのライブとは意味合いが違うもんね。ええ、その通りです。ですから沼津の皆さんの期待に応えるには、これまで以上のアクアでなければいけませんわ。そうだよね。ミューズや虹学のみんなも来てくれるし、アクアが成長したところを見てもらいたい。そうだね、みんなをびっくりさせたい。アクアはすごいライバルだって思ってもらえたらいいよね。そういえば虹学の PV もかなり再生回数増えてたわね。負けてられないわ。虹学らしいユニークな PV だったわよね。まさか学園のみんながスクールアイドルだなんて。私あの PV 大好き。ワクワクして元気がもらえるよね。ルビーもお布団の中で見るといい夢が見られるね。ルビー、寝る前のスマホは入眠妨害になってよくありませんわよ。好きなものを見ることの何が悪いのよ。ヨハネだってリトルデーモンからの賛辞を聞きながら眠りについているわ。好きなものを見るのは悪くないけど、ダイヤさんの言う通り、スマホの明かりは寝る前には良くないずらよ、ヨシコちゃん。ヨハネよ、でも見たいんだもん。オッケー、みんなの悩みを解消させるナイスアイディアが浮かんだわ。スマホの明かりに負けないくらい体を疲れさせればいいのよ。あー、なるほど、いいかもね。じゃあみんな帰りもランニングで帰ろうか。